はい、じゃあ今日も作っていきます。今日はリクエストにももらってたんですけど、ちょっとアレンジ加えてます。ネギでごま油を少し入れてます。作りながら最後にごま油入れてもいいんですけど、今日はもうそのまま納豆の中に味をつけるのと一緒に入れてます。醤油とお酒、完成です。